ント貯めてお得に買い物したいと思いませんか？ネットで買い物をするのが当たり前の時代になったじゃないですか。だったらネットを活用して少しでもお得に賢く買い物をしたいと思いませんか？今回紹介するポイントタウン、これ東証一部上場の GMO がやってるサービスなんですね。運営開始したのがもう1999年からなので、もう15、6年、運営されているという歴史のあるサービスなので、信用して使うことができます。このポイントタウンがどういうサービスかというと、楽天市場とかヤフーショッピングあるじゃないですか。ポイントタウンと提携しているサービス、楽天市場とかヤフーショッピング、これはね、このポイントタウンのサイトを経由して使うことでポイントがダブルで貯まるっていうお得なサービスなんですね。こうやって貯まったポイントを銀行などに振り込んで現金にしてもらうこともできれば、ギフトカードにしてもらうこともできるんですね。まあ、非常にお得だから、これ買い物するんだったらね、使った方がいいですよ、これで。今回は、このポイントタウン、もちろん PC からでも使えますけれども、スマホから使えるんで、スマホの画面見ながら説明していこうと思います。このアプリもうインストールして、で会員登録も済んでるんで、はい、こういう画面になっちゃってますけれども、会員登録も結構簡単です。はい、で見るとね、いろんなキャンペーン開催されてるんですよね。例えば今はね、こうやってあの4000円分のクーポンをプレゼントっていうキャンペーンやってます。おお、クーポンがたまる、いいっすね。うん、なるほどね。そして、アプリですね、無料&有料アプリ、ここで紹介されてるアプリをダウンロードしてインストールすると、まあ条件いろいろありますけれども、それだけのポイントを、手に入れることができますと。うん、ゲームとかいろいろやってるんで入れてみようかなと思いますよね。見るとアプリの種類もすごい豊富じゃないですか、これ。うん、アプリダウンロードする人はやった方がいいですね、これも。で、次気になるのがこの有料というやつ。これもインターネット上のいろんな有料サービスですね。ここを有料会員登録するとまたポイントがもらえると、すごい。次に気になるのがこのお買い物。はい、開いてみるとね、楽天市場とかヤフーショッピングと提携してるんですね。だからこの2つのサービスを使って買い物をするんであれば、このポイントタウン経由でやった方がお得なんですよ。これやった方がいいよね。次気になるのがこのゲームという項目。これ開くとね、無料で楽しめるゲームがあるんですね。でゲームの成績でまたポイントが貯まります。得だね。そしてもっと見るってやると、まあ、カードの発行とかオンライン英会話、保険、FX 証券、インターネットなどなど、これも全部ポイントが貯まる。で気になるポイント交換、はい、これを押すと最低のポイント数決まってるんですけれども、この条件さえクリアしてれば、電子マネーとか現金に交換することができます。お得だわ。うちもね、引っ越しとか考えてるから、例えばインターネット回線とか契約したらポイントすごいじゃん。すごい、やろうかなこれって。これお得ですよね。誰でも簡単に無料で登録できるポイントタウン、ぜひ試してみてください。結構お得です。おすすめです。それではまた。